あ、まだいるじゃん。いるいる。今何の歌だったの？鳩屋の歌。鳩屋に決めた。純ちゃんどう最近？忙しい？最近？なんかね、うん、あのリンゴルフオープン、うん、まあ私2回行ったんだけど、うんうん、あそうかもうそうか、そう2回行って、うん、まあまあ質問されることが、うん、純ちゃん元気ですか？と、純ちゃん元気ですかっていうのと、うん、純ちゃんって今忙しいですか？嘘。純ちゃんってゴルフやってますかって、あのリンゴルフファンの皆さんがそうなんだ、やたら純ちゃんを気にかけてるっていう事実がすごいね。私は感じた。あ、そう。確かにちょっと本当に会社を立ち上げてから、うんうん、まあ、ゴルフをちょっと行けてないから。そうだよね。そう、行けてなくて、うん、忙しいんだろうなっていうのは感じる、うんうんうん、多分こうリンゴルフを見てくれてるみんなはインスタグラムの、うん、純ちゃんしかわかんないから。そうだよね、確かにね。あ、またカフェラテ飲んでるみたいな。またマックいじってそうそう、マックいじってカフェラテ飲んでみたいな生活 を、うん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 、を本当にしてて、こ、まあ、最近ちょっとこういろいろ整理やっとね、うん、落ち着いてきた、落ち着いてきて、まあ、仕事はまあね、どんどんこう増えてはきてるんだけど、うんうんうん、時間をこう作れるようになってきたかなっていう感じ、うんうん、ちょっと余裕できたかなみたいな、うんうん、まあ、元気です。純ちゃん生きてますよ皆さん。でこの間はなんか銀座で朝ね、うん、歩いてたらね、うん、はい、急いでますとか言って言われて、声かけられた。なんかね、そのバーって超早歩きで歩いてて、うん、急いでますみたいな。嘘で、あーみたいな感じ。なんか嬉しかった、やっぱりそうやってなんか、そうだよね、うん、声かけてもらうってね。そうそうそう、リンゴルフ見てくれてるんだって思うよね。思う。これな、右プッシュしそう。もうちょっとこう擦らないで当てたいんだけど、擦っちゃうな今日。うん、ね、うん、右で打つイメージない？よく純ちゃんが言う、こっち側ね、うん、右側でちょっとまだ左手でこう左側でこう打っちゃってる、うんうん、ここでね、うん、よし、止めて打ちます。コネクって合わせた感じで、ね、なんか頑張ったんだけどな、やっぱ右側で打つの。よいしょ、よいしょ、いいね、伸び伸び。自分で言うわ、悪いが良き。いいね、変わってないよスイング。本当、うん、本当、うん、なんかね、リンゴルフオープンもそうなんだけどね、いいんだよね。あ、そう、やってない割に。いいよね、うん、はい。さあ、これは PCM ラボさんで作ってもらったウッドです。ドゥカス、初めて見る。そう、どこ狙う？木の右側、このこの辺り。おう、オッケー。フェアウェイとラフの境目ぐらいね。そうです。でもちょっとスライスするから、もうちょい左行って、この辺です。右側で。うわ、すごい曲がったね。こんな球出てたら。なんかすごい高めの音なんだね。そうなの。パフィーンっていうかね。音良いでしょ、うん、結構で飛ぶの。シャフトもドライバーと一緒にしたんだ。そう。やってんね、純ちゃん。いいでしょ、合わせてきてるよ。そう、徐々に。フィッティングしてもら、ね、危ない。フィッティングしてもらって、ね、そう、PCM ラボさんって雑、うん、雑誌をね出してるんだけど、そこやつの会社も紹介してるんだけど。あ、じゃあ皆さん要チェックです。じゅんちゃんのピュアブルーです。そう、ピュアブルー。はい。おお、さすがです。狙い通り。取りすぎ。見えないね。うん、ナイス。あー、リサちゃんは最近、はいはい、どうですか最近、うん、最近はレモンの木とかどう？なんかすごい大きくなってるよ、ね、レモンなかなか黄色くならないんだよね。あ、なってるんだ、もう実は。もうね、実はいっぱい20個以上なってて、すごい。でもね、全然黄色くならないから、うん、
多分来年なのかなって思って。本当？わかんない。レモンって何月なんだろうね。出来上がったら送るから。あ、嬉しい。レモンサワーで飲んで。てかリサちゃん家に遊びに行きたい。いや本当来てください、うん、あれはそうだ、心さんと心ちゃんと何日かなとか言ってね、えおもてなしする。やった、おもてなし。これもまあ古いよ。おもてなし久しぶりにやったわ。なんか久しぶりに会いすぎて、うん、テンションがよくわかんないよね。なんかさ、何話したらいいんだろうみたいなさ感じだよね。楽しい。楽しいね。嬉しい。なんか会わなきゃダメよ。そうだね。170ぐらいあったので3番ユーティリティで売ってます。これもまた作ってもらった3番ユーティリティです。ルーカスのヘッドにシャフトが TPRX、 これは S シャフトです。ドライバーは R シャフト。腹筋を使う。なんか違うな。こっち、うん、そう今ね、むしろね、抑えようと思って手挙げたんだけど、ちょっと大きかった。大きかった、うん、やっぱトップで力が抜けるんだよね、うん、115。左足上がりのラフなので、うん、あー上げてるな。サクッとふわっと運ぶ感じで打ちます。サクふわ、うん。あ、乗ったよ。あ、ちょっと出ちゃった。出ちゃった。ミス。どうしよう、本当に。と、右脇が緩んでる。なんか、どうした今のどこか見てたら、ふーんって言って。あ、いってる？ふーんって。二段階だった。そうなの、なんかね、トップがおかしいんだよね。なんかここら辺止めればいいか。そう。ここら辺でね。うん、あれって思った。なんかね、タイミングここで取る。ここでよいしょってやるんだよね。怖くてなのかな。怖かった今。そうだよね。おやって思った。じゃあ58まで行きます。なんか右に流れてったもんな。なんか傾斜すごそうだよ、うん、左目から、うん、いや、うん、みんな右。あ、行っちゃうな。それちょっと流れたか。お、流れるね。だよね。やっぱ傾斜あるね、あそこね、うん、本当はね、なんか左に狙ってたんだけど、うん、まあ、打ち方、まあ上り、はい、はい、結構きついと思うんだよね。ですね。いいよ。止まって。止まった。止まっちゃう。ブレーキかかりました。マークぐらい右かな。そんな膨らむ？膨らまないか。あ、でも合わせるんだったらそうだね。そうでしょう。そうだね、合わせるね。合わせたいよね。うん。おお。打ったね。やばいこれ。結構しっかり打ったね。だよね、パンチ入った。です。うわ、めっちゃ意外に切れた。今ちゃんと打てたよ。言うても今思ったより切れたね。思ったより切れたよね。あれはちょっとしんどいわ多分。舐めてた、うん、食ってて、うん、何がいいかな。牛すじカレーめっちゃ美味しそう。ね、美味しい。でもこのわさびも分かる。豆わさび丼って何ですか。わさび丼はね、あの豆わさび丼。あ、私も豆わさび丼だと思ってて、中伊豆わさび丼なのに、シャちゃんがここを豆は抜いて豆わさび丼。私も確かにと思ったの。豆わさび丼って何。ご飯の上におかかが乗ってて、あのわさびが水についてますんで、自分ですってその上に
のせるでしょ、それでお醤油というか、だし醤油かけて、これ一応じゃん、普通にわさびなんだね。あの、狙いはね、あのね、ちょこんっていうやつ、あのね、あの方が打ったら行こうかな、うん、完璧、モフモフに行きました。 いやーうまいですね、やっぱり打ち上げてるからヘッドアップしがちだから気をつけて、はい、なんか覗き込みたくなる、覗き込んで、そうそうそう、わかんない、どうしよう、とりあえず右側で打つと、多分何をだ今のスティンガーみたいな、さっきのさ右側で打とうとするとスティンガーみたいに出て、あの辺に当たりそうじゃん、わかる、今ちょっとね、いやさっき一人で、おー、カット入り、カットすごいしてるよね、うん、まあしょうがない、しょうがない、しょうがない、癖が、うん、ここで出る、出てるよ。いやでも本当ゴルフはもうちょっと増やしたいですね、え実はそうだね、はい、増やしていきたいのでリンゴで呼んでください。ここまでは体でしっかり、こうかな、こうだ、よし、いける気がする、まあ少し打てたね。でもあっちはバンカーだよ。大丈夫かな。ああ、ちょっとここだね。わかったわ。ここが。え？これ。我慢？え、なんかなんだろう。これ。それはわからんわ。なんで？どれどれ、もう一回やって。私ちょっと前は。あー、クイーネ、あ、オッケーオッケー、わかった、わかった、うん、理解、これを思い出した、これを思い出した、理解理解、140ヤード打ち上げ、つま先上がり、下番手上げます、6番、いやーうまいよ、ピン刺してる、うわうまい、ナイス、見た、見たよ、見た、うまいね、なんだろう、あの滑らせる感じね、ラフだから滑らしたよね、スッとね、うん、サッとね、うん、見た人わかるかな今のね、滑らせた感じ。大丈夫、口回ってないけど。最近なんかね、うん、アドリブみたいなのがなかったかな、うん、なんか真剣に生きてたのね、真剣に生きてた、うん、すごい、朝もさ月火水木ってね、うんうん、営業道場っていうのにね、うん、通ってて勉強してんだけど、なるほど、営業のあれこれ的な、そうあれこれ的なやつとね、うん、営業にアドリブはないんだっていう、なるほど、ガチで生きてたのね、そうガチで生きてたかな、なんかこうおふざけ発言がなかった、遊びがなかったね、やっぱうん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 、ペコリペコリとかさ、うん、そりゃネジ飛ぶよね、でしょ、私の良さなくなってたかも、そうだね、うん、なんか今日すごいもん、青木純がすごい。これ見た目受けてるように見えるんだけど下ね、しかも逆目です、ここが、右に出るんだが、ヘッドが先に行ってないよね、あ、ここだって、うん、怖いかも、 あ、でも、うん、あ、そっち、あ、ずっとフック、あ、そこから止まって、頼む、結構行くよね、あれ、ナイス、あれ切れます、切れたね、結構切れる言うて、あースリーパンチ、スリーパンチです、フックしたよね向こうから、
スラじゃない。フックでこうだったから。あばあばあば。やばい。多分左です。まっすぐで行きます。分かんない。やばいやばい。テンパってきた。右縁でいいはず。うん。私もそう思うわ。スリーパンチ。そうだよね、やっぱフックだよ。フックだったね。右に打ったんだけど。150打ち下ろしね。うん。あ、これフォロー。いいです。ちょっと薄いかも。届け。いけ。風で。いるんだ。なんかね、薄かった。そうだね。ペチって感じ。これです。いきまーす。来た。戻ってもっと。来た。来た。ああ。でも我慢してたよね、まあ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 、今ね。でも上がりそうだったこれって、うん。我慢した。チョイスラン？と見た。どうかな。スラーない。ちょいフックか、うん、に見えるけどね。オッケー、うまい。あー切れた。フックだ。フックだったでしょ。あたすも入れちゃって。ちょっとね、スライスなんだよね。うまい。あ切れない。おー、まっすぐ。じゅんちゃん、オッケー。よし。さすが、ナイスパー。危ない。やばい、リサちゃんがそんなノリだったっけか。